芝居は中国語漢末期から三国時代にかけての武将、政治家。儀において功績を立て続けて体験を握り、精神の礎を築いた人物。字は中達。精神が立てられると、病号を、高祖、死亡を選定と追放された。三国史では芝戦王と表記されている。河内軍恩兼高吉里出身。 つかさばぼうの次男で、祖官戦争期の十八王の一人である、陰王柴の十二世孫にあたる。柴氏は、代々少書などの高官を輩出した名門の家柄で、柴居自身を幼い頃から、厳格な家風のもとに育った。兄に、柴明が、弟に、柴誠、柴木、柴誠、柴進、柴通、柴里志らがいる。 芝科の八人の男子は字にすべて、トールがつき、聡明なもの揃いであることから、芝、発達と呼ばれた。つまり、長春か、息子に、芝氏、芝明ららがいる。兄の芝明らと同様に早々に出資した。芝居は、若年の頃から聡明で、白乱狂気、再起間発で知られ、優秀な人物が揃っていた芝発達の中でも、最も優れた人物と言われていた。 新女、選定期によると、芝居は荒烈な性格であったが感情を隠すのがうまく、内心激しい怒りを抱いている時も、表面では穏やかに振る舞ったという。検案六年、芝居は、河内郡で、上京城に遂居された。落葉に書類を提出するため上京した際、兄の芝明と共に、曹操の主夫婦,婦によって、出資を求められるが、不要理由に辞退した。新女、 選定期はこれを官のために曹操に屈したくはなかったとしている。当時、名士が交換の詳細を断ることは一種の流行となっていた。その後、上京上の職文字し、7年間は家にいた。一方で、兄の柴明は、四空夫の属員となっている。その後、かつて芝居にあったことがある、蔡演が曹操に芝居を推薦し、 純育も彼を押したため、芝居は、四空府の属員となった。芝川、代々計画に詳しく、芝居は、曹操の生死相比に仕えることとなった。一説には曹操は資格を放って、もし驚いて逃げるようであれば殺せと命じたが、芝居は伏して動かなかったために名を逃れた。その後曹操は、上昇となり、芝居を文学上に任じて、 捕らえてでも連れてくるようにと命令したため、やむを得ず出資した。儀略によると、総公に交際を求められた、芝居は、訪ねて行くのを恥に思い、手病を使い杖をついた。恨みに思った総公は双方に告げ口した。双方に出資を求められると、杖を投げ捨て応じたとも言う。芝居は、総妃の家臣として、大いに信任され、賃軍、クレシス、主尺は、大使四。 友と共に称されたが、芝居は鎮軍に次ぐ、第二席を占めている。懸案二十年に、曹操が、傭兵関の戦いに勝利し艦中を制した際、その勢いで、劉備が支配して間もない派職を平定するように、進言したが、曹操は、老を得て、職を望むことはしない、と言って、この意見を退けたという。懸案十二年、大使中書士に認じられる。 曹操は、鋭敏に過ぎる芝居を警戒していたが、曹飛は芝居と親しく、何かと彼をかばっていた。芝居の方も、軽挙な行いを慎んで曹飛に仕えたため、絶大な信頼を得るに至った。この頃、薬病で、兄の芝明を失う。懸案24年、関羽が京州から北上して、繁盛を落とし入れようとした。この時、首都の巨匠遺難で、 関羽に抗応する者が相次ぎ、曹操すら老狽し、戦都の義も上がった。芝居は、章渡るとともに、それに反対した。さらに、尊敬勢力を巻き込んで関羽を倒すことを検索し、見事に成功を収めた。この年、幻覚で知られる父の芝坊が死去した。真の時代、描かれた諸葛亮と、芝居清の時代に描かれた諸葛亮と、 千葉井の退治の様子懸案25年、曹操が死去した際には、曹飛により、遺体を行に運び、葬儀を主催することを命じられた。曹飛が、儀王に即位し、検定から行為を前上され、義の皇帝になった。軍事的には目立った行為はなく、申請を行う曹飛のルズを守り、広報支援の実務を行っていた。起発6年、仮不死、なで軍隊将軍。 六将所持に除せられ、五千人の兵権を与えられた。これは有力な将軍であった、過去をなおが病死したことによるものであったが、芝居に今まで任されていた広報支援の任務もそのままであった。芝居があまりに負担が大きいとして辞退すると、総期は、人は日夜行き着く暇もない。君にこの仕事を任しているのは、何も君に栄誉を与えようと思っているわけではない。 この負担を分け持ってもらいたいのだ。と述べ、芝居は引き受けざるを得なくなった起発七年、宗妃が崩御し、その子の宗英が皇帝に即位した。宗妃が死ぬ際には、宗臣、陳軍、宗久と共に宗英の補佐を託された。宗英は、母が中殺されたことで、長らく宮廷から遠ざけられており、親化たちとはほとんど面識がなかった。このため、即位した宗栄は、 父の代からの重臣であった芝居や新軍らを引き続き徴用し、政治に当たらせた。同年、上陽に進攻した諸葛金、蝶派らを徐行らと共に破り、蝶派を切った。この功により、表記大将軍に昇進し、総進、総級に次ぐ、第三位の軍人となった。これ以降、芝居は明城に駐屯し、義の南部を守る役目についた。大は二年、 毛達が、職官の諸葛亮と内容して、義に背いた。諸葛亮は毛達に、芝居を警戒するよう伝えていたが、炎上から、毛達の認知である上洋、新城までは、通常の行軍で1ヶ月はかかる童貞であり、毛達は十分対処できると考えていた。芝居は丁寧な書簡を送って、毛達を迷わせた上で、昼夜健康の進軍を強行し、 わずか8日で上用までたどり着いた。城を包囲された猛達は、同僚や部下に次々と離反された。芝居は、工場16日間で、新城を陥落させ、猛達を残首した。この伝光石火の対処に、諸葛亮ら職官の中枢は動揺し、北伐の戦略は大きく狂うこととなった。大和4年、大将軍に昇進した。大和5年、 食官に対する戦線の総司令であった総信が死んだ。芝居はその公認として、長、各順らを従え、諸葛亮と対戦する。しかし芝居は積極的な攻撃を行わず、陣地に立てこもったままであった。不満を持った長らが芝居を非難したため、やむなく出撃させたが、長らは帰って大敗した。その後食官軍は食料を不足により撤退した。 この際、芝居は蝶に追撃させたが、高所に伏兵を置いた職軍に弓矢を乱射され、蝶は射殺された。新城戦定期によれば、芝居は諸葛亮を追撃して大いに破った。三国史には芝居が諸葛亮を破ったという記述はない。清流二年、諸葛亮が五度目の北伐を観光してきた。この戦いで芝居は各巡、新、 らと共に防衛に徹した。諸葛亮は屯んでんを行い、持久戦の構えをとって、五条弦で芝居と長期にわたって退陣するが病死し、蜀漢軍は撤退した。蜀漢軍が退却した後、芝居はその陣跡を見るや、諸葛亮は天下の奇才だと漏らしたという。関心春秋によると、芝居は撤退する蜀漢軍に追撃をかけようとしたが、蜀漢軍が 義軍に再度攻撃する様子を示したので芝居は退却した。そのことで人々は死せる諸葛、生ける仲たちを走らすと言った。ある人がこの話を芝居に報告すると、芝居は少女を相手にすることはできるが、死者を相手にするのは苦手だと言った。清流三年、食官の馬隊が攻め込んできたが、配下の牛金に命じて撃退させた。また、 武徒の帝王の不相と強橋を降伏させた。この年、芝居は参考の一つ、大尉に就任し、義の軍事面でのトップとなった。慶所二年、両党に寄っていた高村縁が反乱を起こし、芝居は政党を命じられる。この時名帝は、高村縁は、どのような策を取るか、芝居に尋ねた。芝居は、往路に百日、袋に百日、戦闘に百日、 その他休養などに六十日を当てるとして、一年もあれば十分でしょうと答え、城を捨てて逃げるが、城作、領水によって、我が大軍にこうするは自作、城兵に籠るなら生け取りになるだけです。知恵者ならば、城を捨てることもあるでしょうが、高村園は、そんな策を考えつける人物ではありませんと答えた。芝居は、九県、小下が浦と共に、高村園討伐に出発した。 芝居が両党に到着した頃、両党では長雨が続いていたため、遠征はさらに長引く恐れがあった。帝臣たちは遠征の中止を総英に訴えたが、総英は芝公脇に応じて戦略を立てることのできる人物だ。彼に任せておけば間違いはないと言い、取り合わなかった。儀の政党に対し、高村縁は呉に援軍を求めた。孫権は使者を殺害しようとしたが、 廃下の羊は、恩を売った方が得策と進言した。そこで孫権は、芝公は傭兵に優れ、自在に使うことが身のことしという。そんな人物を相手にせねばならないとは、あなたも、お気の毒だと書簡を送りつつも、援軍を約束した。芝居は、野戦で、高孫縁が派遣した軍勢を破り、高孫縁は籠城した。高孫縁軍は、兵は多く、食料は少なかった。 芝居はこれを想定しており、兵力が多く兵舘の確保が難しい時には、ある程度犠牲が出ようとも、即戦で型をつけるべきで、逆に兵力が少なく兵舘が安定している場合には、持給戦を行うのが良いと語った。芝居の思惑通り、高孫縁軍の食料は底をついた。高孫縁は死者を送り、人質を差し出して、和議と除名を嘆願した。 芝居はこれに対し罪のように弁絶し拒絶した。高村縁は、この高尊治むと共に数百機の騎兵隊を率いて、包囲を突破して逃亡したが、芝居は追撃して、高村縁親子を切り殺した。城は陥落し、芝居は高村縁の高官たちを切り、両党の制圧に成功するが、さらにその後の処置は過熱を極めるものであった。 中原の戦乱から避難してきた人々が大量に暮らしていた両党はいつまた反義の温床になるかわからないということで、芝居は15歳以上の男子を数千人殺し、警官を築いたという。芝居は総英に述べた通り、一年で高孫氏を滅ぼした。しかし、戦後処理で残虐な行為があったことは、後世の批判となった。東大に編さされた、新女は、 王朝の始祖たる人物が、とに、大量の血を流したことが、ひいては死死孫孫に、報いとなって降りかかったのだと批判している。後は援軍を送ったものの、すでに、高孫恩夫子が廃止した後だったとして、両党で略奪して引き上げている。なお、高孫恩の滅亡によって、朝鮮半島北部が義に抑えられたために、山大国の卑弥呼が義に使者を派遣するようになり、芝居はこれを、 自らの徳として誇り、幸遇したという説もある。芝居が両党から帰還する最中の継承3年、宗英は病に倒れた。この際、芝居に、長安へ戻るよう直書が伝えられたが、その後、宗英直筆の文書で都の落葉に戻るよう、伝えられた。今はの際に駆けつけた、芝居に対し、宗英は、宗親の長男曹操と共に、時代の帝、双方の補佐を託した。 関心春秋によると、宗栄は、当初宗武を大将軍に任時工事を託そうと考えていたが、劉邦と孫氏の二人の進言により、彼を罷免し、宗総と芝居の二人に工事を託すことになったという。権力独占を狙う宗総の格策により、芝居は名誉職に近い大使の教育係である大夫に転任させられた。ただし、軍権はそのままで、依然として、 退職官の最前線を任されていたため、曹操が内政、芝居が軍事を分け合う形になった。また、曹操と同じく権利上伝、入庁を不数、越山不明の特権を与えられた。当初は曹操が年長の芝居を立てていたため、大きな混乱は見られなかった。聖子二年、呉の主前らが繁盛を包囲すると、自ら進み出て、景気兵を指揮して、救援に赴き、 主善を退けた。新女戦定記と漢方新規によれば、この戦いで、芝居は主善を追撃して、大いに破った。三国史には、芝居が主善を破ったという記述はない。民書にこの戦いで、芝居は主善を追撃して、逆に主善が義軍を破った。243年には、呉の諸葛務を撤退させた。三国史には、芝居は、 諸葛つを攻撃したいので、孫権は応戦するつもりです。結局、孫権は占いに従って、諸葛つの配置を変え、諸葛つは出兵しなかった、戦いのことという記述はない。また、中東地の農業を振興し、大いに名声を高めた。これに対して、生死5年に曹操が行った食官出兵は失敗し、撤退時には多大な犠牲を強いられた。 芝居は、この件ほとんど関与しておらず、曹操の依頼で次男の芝明を従軍させるに、とどまっている。この際、芝居は、長男の芝氏を中森軍に転任させるよう依頼している。曹操一派は増長し、ことあるごとに、芝居と衝突するようになった。生死七年の暮れの進行では、曹操は逃げてきた住民を返すよう主張した。芝居は、反対したが聞き入れられなかった。 芝居は部下に対し、大将軍の命令でと告げて農民に帰還するよう命じさせ、怒った農民たちは後に退去し、義は民を失った。呉の主前の暴行によって曹操は無残に失敗している。そうしたことが重なって、生死8年5月には、70歳近い高齢と病気を理由に引退したかに見えた。しかし曹操も芝居を警戒していたので、 芝居は、曹操一派のリマサルの前で芝居を打った。すなわち、リマサルが見舞いのため自宅を訪ねてきた際、リマサルが言ったことをわざと聞き間違えたり、薬を飲む時にダラダラとこぼすなどして、猛録した姿を見せた。これを聞いた曹操は、安心し、芝居への警戒心を緩めた。生死10年1月6日、曹操が、双方の友をして、 宗への墓参りに行くため落葉を留守にした機会を見計らって、芝居はクーデターを起こす。芝居は各大号に上奏して、曹操兄弟の官職を解任する礼を得た。芝居は、芝市、芝誠に、落葉の宮城を制圧させ、各大豪の礼を用いて、皇竜、王冠に命じて、落葉の曹操、宋正氏の陣営を制圧し、落葉を制圧した。芝居は、 将渡ると共に、落水の岸辺に布陣し、面刊するだけだと曹操を説得して、戦わずして降伏させた。芝居は、上昇の地位を打診されたが、これを誇示した。曹操本人やその一族に対しては、食事の買い出しすらできぬほどの監視会において軟禁した。しかし、1月10日、曹操らに、無本の企みがあったとして、結局は、一族老党皆殺しにした。 また、曹操の腹心のカーン、カンハンラを一族と共に処刑した。貨幣三年、王、ラのクわ立てた、曹操票を擁立して、宗主の実権を取り戻さんとするクーデターを、密告により察知した。芝居は証拠を握ると、江南両面で、王、を追い込み、降伏させた。王、は、芝居が自分を殺すつもりであることを悟って自殺した。また、 総評も自殺を命じられた。この事件の後、義の皇族をすべて、早々時代の義とであった行に軟禁し、互いに連絡を取れないようにした。4月に芝居は都に戻ったが、6月に病となり、8月に没した。皇帝双方は、小国と軍港を追増しようとしたが、弟、芝誠は兄の意志であるとして辞退した。遺言に従って、主要山に、 白草で埋葬された。後に、孫の芝園が、銀より禅状を受けて、正式に皇帝となると、祖父の芝居を、皇祖先帝と、追合した。芝居は死に際して、息子たちに次のような言葉を残している。皆私が無本すると疑っていたので、私はいつも、そのような疑いを懐かれぬよう注意を払ってきた。私が死んだら、お前たちはうまく。 国を治めるよう慎重に行動せよ。狼子の僧と言い、首を180度後ろに粘転させることができたという。この噂を聞きつけた曹操が、本当か試すためにいきなり、芝居の後ろから名前を呼んだところ、真後ろに振り向いたという。新女選定本義では、曹操がこの僧を見て、この男性は、遠大な志を抱いていると警戒し、僧妃に、彼は、 真珠に野望を秘めており、一回の家臣として終わるつもりはなかろうと語ったという。ただし、本来、狼子というのは、狼が用心部各背後を振り返るように、警戒心が強く老快なことを指す言葉である。芝井の死後、その権力を継承した芝氏と芝明は、義の皇帝を配立し、最終的に孫の芝園が禅状を受けて皇帝に即位した。 芝居自身が生前に三奪の意図を明示したという記録はないが、後世の評価としては、義王朝の三奪を考えていたとされることが多い。これを、稲見律子は、芝居は、文帝、明帝の異名を受けながら、最終的に義王朝の三奪をもくろむ、裏切り者の楽院を、これまた先後に押されたと評している。芝市の精神を滅ぼした一人である後、蝶の赤六は、芝居が、 核大号を利用したことを、曹操が検定を利用したことに引き比べて、避難している。大丈夫たるもの、来来楽ラ実月が明るく輝くように物事を行うべきで、あって、総毛徳や芝中達不氏のように、孤児や家父を欺き、狐のようにこびて天下を取るような真似は、絶対にできないと、発言している。当身の名帝は、精神の成立過程を聞き、ああ、 どうして我が朝が長続きしようかと悲観したという。吉田松陰は、君道と神道を厳別し、その著書校、もうさっきの中で君道の上の教会として、早々、芝居、事実を震えて一時を牢絡すといえども、天下構成誰かその心を信ずる者あらん。名付けて、勧誘と称し、長く乱心属しの帰還とす。ああ、かしこまるべきかな。そもそもミサを、 祈りごとき心あるは、皆人君の罪なり、最も人君の恥なり、言わんや君に償るのからだ、君をして、回駆の心を起こさしむるを用とす。何ぞ、必ずしもこれの章を削り去ることを持ちいんや。と知るし、乱心俗詩の見本としてあげ、曹操や芝居のような進化があるということは、君主自身の罪であり、君主にとって最大の恥であるとしている。芝居の現存する死は、 信女に収録された以下の演員誌一種のみである。天地会美役実月、茂光遭遇再会、か力化法省、双方へ感化故郷縮清番儀創生、発光津下世記老町財舞踊中国で売られている三国演技トランプでは、諸葛亮と並んで、ジョーカーになっている。小説、三国支援技後半の主人公格である。 諸葛亮の最大のライバルとして、魏国の武将の中では曹操に次いで知名度は高い。ちなみに、芝居は、いわゆる軍師の代名詞である、諸葛亮とよく並べられるために、メディアなどで、軍師と関されることが多いが、史実では、参謀というより将軍としての活躍の方が、はるかに多い。また、上将や小国といった国政を司る役職には一度も、ついていない。 新王朝ケズ、ありがとうございます。